神山ネットワーク。地域の方々の指導を受けながら緑化整備のために苗木を植えました。地域の高齢者の方の身の回りの困りごとを解消するためにお手伝いをしています。地域のイベントで学校で収穫した野菜や栽培した作物を販売しています。のめろくぼは学校近くの高速放棄地を活用した畑です。石積みや神山小麦の栽培を通じて地域の伝統を受け継ぎながら高速放棄地の増加という地域の課題解決に向けて活動をしています。神山校はこれからも多くの活動を通じて地域とのつながりを大切にしていきます。私たち3年生生徒会は生徒会本部役員としてまた最高学年として行事などを全力で頑張ってきました。本年度はコロナ禍で規模は小さくなりましたが、体育祭やふるさと学習発表会などみんなの思い出に残るような取り組み、最高に盛り上がったと思います。この1年間自分たちの力でいろんな活動に取り組んできましたが、それと同時に思ったのが多くの人の支えがあるということです。私たち3年生はあと1ヶ月で生徒会をバトンタッチして3月には卒業しますが、この動画リレーを通じてこれまで支えてくれた人たちに感謝の気持ちを伝えようと思います。中学校3年間生徒会活動に協力してくれたのはもちろん、学級でも一緒に遊んでくれたりしてありがとうございました。このクラスだけのいい思い出が作れました。この残り数ヶ月も一緒に頑張っていきましょう。私たちが毎日安心して学校に行けるのは地域の方々が見守ってくれていたり家族の支えがあるからです。いつもありがとうございます。いろんなことを学ぶことができました。生徒会では先生方のおかげでスムーズに運営したり盛り上げることができました。本当にありがとうございました。みんな行事などでしっかり取り組んで最後までついてきてくれてありがとうございました。来年からは引っ張る側なのでしっかり盛り上げてください。最後にこの動画を見てくれている皆さんへ、このありがとうの気持ちが皆さんに伝わり、ありがとうの輪が広がっていきますように。ありがとうございました。思いをボールでつなげよう。最後、言葉でみんなを元気に。ナイスボール。愛してる。本当。挨拶で言葉がつながる。あ。ワンボタイム。ボール。いいよ。
島市立高校生徒会です。つながりボトルリレースタート。いきます。僕たちはこれからもつながりを大切にし、みんなで協力してより良い学校生活を作っていきます。次の動画へどうぞ。